戦略会議で取りまとめたということになります。総理の何のご指導をよろしくお願いします。あともう一点、人を増やしたり4骨のこの括弧4骨括弧字でありますが、国益のために戦う使命感あふれる職員を育成すると、外務省研修所のですね、語学の教材もその外国人教師に任せるのではなくてですね、しっかりと歴史認識の問題について聞かれたら、しっかり英語やフランス語やドイツ語で答えるような教材を作れと、今、私が指示しているところでありますので、